日常演舞の食うたにようこそ。さて本日の演舞はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。本日はこちら、コメダコーヒーの鬼滅のジェリコで前回飲めなかった炭治郎抹茶ミルクと禰豆子いちごミルクを飲みたいと思います。炭治郎の抹茶ミルクは森のような緑、禰豆子のいちごミルクは桜のような鮮やかなピンク色ですね。これは美味しそうだ。ではチャンネル登録よろしくお願いします。では炭治郎抹茶ミルクからいただきます。山盛りのホイップが美味しそうですね。で抹茶ミルクはどこ行った。続いて禰豆子いちごミルク、鮮やかなピンク色の中に見えるコーヒーゼリーの黒がまた輝いて見えるようなそんな感じです。このゼリーは宝石って言ったら大げさすぎる。そして小豆バウム、コメダコーヒーは小倉トーストも美味しいですけど、その小豆をバウムクーヘンに取り込んだということかな。どんな味なんだろう、気になるな。しっとり系なのか、もっちり系なのか、触った感じはしっとり系ですね。で、色は鮮やかというわけではないですが、しっかりとした赤茶色になっています。これは小豆が入ってそうですね。では早速いただきます。最初に飲んだ炭治郎の抹茶ミルクは抹茶も苦めでコーヒーも苦めだけど、その2つの苦さが全くぶつかってこないんですね。それが口の中でうまく融合して渦を巻いているようなそんな気がしました。なのでかなり大人向けのジェリコですね。一方禰豆子のいちごミルクは上のいちごソースといちごミルクはそれぞれ違ったいちごの甘酸っぱさを出している。そこにホイップが入ってちょっとまろやかにしている、その印象を受けました。いちごが好きなのであればぜひ飲んでいただきたいです。そして小豆バウムについてですが、小豆の優しい甘さがバウムクーヘンの中からしっかりと伝わってきて、しっとりとした食感とともに美味しくいただくことができました。コーヒーとよく合いそうなコメダコーヒーのスイーツですね。それで現在コメダコーヒーで鬼滅のジェリコを飲むとですね、このようにコメカと呼ばれるコメダコーヒーオリジナルプリペイドカードの鬼滅のようなコラボイラストがご覧いただけますので、もしこのカードが欲しいなとあなたが思ったのであれば、直ちにコメダコーヒーに走ってぜひ飲んでみてください。そして前回のものも含めて自分は炭治郎の抹茶ミルクが一番美味しかったので、それを代表としてご提供させていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演、お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。